ばあ、見ろ。この体中に刻まれた跡がお前の欲望。その証だ。もしかしてお前、これの理由を、愛や恋だなどというバカバカしく愚かなものだと、妄想してはいないだろうな。だとすれば勘違いにも程がある。勘違いを正すためにも、やはり邪魔な布は取り払ってしまおう。だいぶいい格好になったな。さあ、見聞を始めようか。本当に、至る所に牙の跡、それにあいつらの腐った匂いが染みついてるな。食い散らかすというのはまさにこういうことを言うんだろう。耳の後ろにまで。見えないだろうが、この耳の後ろに深く、お前を吸血した跡がある。執着の度合いを見せつけるようなこの傷跡。ふん。そこに今度は、俺が牙を打ち込んでやろうか。あ？なんだ、感じるのか。まだ舐めているだけだが。それとも吸血されることが待ち遠しくてたまらず打ち震えているのか。違う。やはりお前は愚かだ。俺にはそんな上辺だけの言葉は通用しない。俺を誰だと思ってる。お前の目を見るだけで、そして少し触れただけでも、お前が求めている浅ましい本音などすぐにわかる。吸血されたいのだろう。ひどく、めちゃくちゃに。な。うん。面白いな、その反応。こんな状態なのにまだ自分を否定するのか、お前は。今の自分がどんな表情をしているかわからないのか。頬を赤くし、吐息を漏らし、瞳に涙を溜めている。あ、なんだ、噛まないのかだと。舐めるだけでは不満か。お前は噛んでほしいと思っているのか。どうした、言わないのか。どうせお前は俺をそうするように先導して、そうなったのは俺のせいということにしたいんだろう。家畜が考えそうなことだ。違う？そうか。はっ。では、牙はお預けだ。俺を飢えた奴らと一緒にするなよ。お前が欲望を口で言わないのであれば、その通りにしよう。だが、欲望をちゃんと口で言えたら、わかるだろ。優しい主人だろ、あいつらと違ってな。お前は特殊な血を持つ女だという。もちろんそんなことはすでに知っているが、そのままの意味だとは思っていない。お前に仕掛けられた罠。体には何か別の意味があるのだろう。当然のことだが、それが何かを知りたいと思っている。が、
まずは最初が肝心。誰のせいでこうなったのか、なぜお前の血は特別なのか、お前自身の自覚が必要だ。まあ、お前の底なしの欲望がヴァンパイアを翻弄しているとも思うが。さあ、これからどうする？ふん、まだ言わないか。ん？なんだ？俺が言葉は信じないと言っただと？まったく、面倒な女だ。問答する気はないんだがな。いいだろう。正しくは、嘘の言葉は信じないと言っただけだ。その言葉が嘘かどうかはすぐにわかると。だから、お前が嘘の言葉を言ったら俺にはすぐわかる。まあいい。お前が上げ足を取っているうちに、俺にねだるようになるさ。ヴァンパイアの前で、適当な言葉を発することがどれほど無意味かということを教えてやる。今度はこちらの耳を。ここにもあいつらの牙の跡か。本当に見ていると虫唾が走る。うずいてきただろう。舐められるだけでは足りないか。俺の牙が欲しいか。ほら、答えろ。ありのままに心の内にあるものを引きずり出せば、それで欲しいものが手に入るぞ。まったく、どうにもならないほどいやらしい体を持て余しているというのに、なぜ逆らう？それが無駄なことだと分かっているというのに。逆に興味が湧いてきたぞ。そうまでして頑なな心に、その堕落しきった体が乗っているかと思うと、笑いがこみ上げてくる。徹底的に、その浅はかな人間性まで否定し尽くすプライドがまだあるというのか。あいつらよほど面倒事が好きなんだな。強情な口を終わらせるには、その体をこじ開ける必要があると。なるほどな、そういうことか。面白いじゃないか。家畜が主人の手を煩わせなければ言いなりにならないとは。だが、俺は自分で行動を起こすのはあまり好まない。ああ、全く困ったものだな。手に負えない。お前のような女は、すぐにでも始末した方がためになる。使いようによっては薬にもなるかとは思ったのだが、お前はどうも、毒にしかならない女のようだ。お前は用なしだ。せいぜい、自らの浅はかさを呪えばいい。